やっぱりせっかくなんで、ちょっと新雪をかき分けながら行ってみようと思います。こんな感じで木を避けながらシュワッチで、この雪を蹴っ飛ばすとコロコロコロと落ちていかない。畜生です。うりゃうりゃ。今足元がどんなことになってるかというと、こんなことになってます。見えますか皆さん。ああ、雪が転げていってます。うわー、すげえ。これカメラズボッといったらカメラ死んじゃいそうです。これ雪が深い、結構急斜が斜めなんですけど、うわー、雪だるまがいっぱいできてます。皆さん見えますか。なんかやべ、スパッツつけてないんで、足が靴下の方に雪が入ってきたような。いや、それは当たり前なんですけどね、分かってたんですけど、まだ買ってません。やっと山の中腹を抜けて下まで来ました。下棟のゴンドラ一番上まで行って、多分今30分ぐらいかかったのかな。ボソボソと、降りてきました。もう少しで、ゴールが見えます。レポートはとりあえず一旦ここで終わります。さよなら。